こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、日常生活にうごめく黒い影。今日はね、ちょっとね、不思議な話をしたいと思っとっちゃんね。こうよくね、こう生活してるやん。で、まあミルキブルーね、自営で、まあだいたい家でごとししてるっちゃけどね。まあよくね、たまにこうなんか見える時があるっちゃんね。まあ基本的にはね、夜が多いんやけど、昨日とかあのお風呂入っとって、こう髪洗う時にこう正面にね、あの鏡があるっちゃけど、で鏡を通して後ろのお風呂場のね、ドアがあるっちゃけど、ガラスのね。でそのドアをちらっと見たら、上の方に黒いのがスーッと通ったんよね。だけん妻にさっき、あのお風呂場のとこ来たって言ったら、来てないって言ったけん、あ、また黒いのかって思ったとよ。まあそれとか映画とかこうね、あの MacBook で Amazon プライムで映画見よったら、目線の横に黒いのがチラチラと動いたり、まあそんなんが結構あるっちゃんね。何回なこれ。でこういうなんか黒いのが見え始めたきっかけっていうのがあって、まあ、それがね、あの般若心経を覚えてからっちゃんね。まあなんていうと、保身っていうか、自分の身を守るためというかね、そういう感じで般若心経を覚えたっちゃけど、漢字財宝っていうやつね。たらなんかそういうのが見え出したような感じちゃんね。まあ般若心経はね、まあ覚えとくことに越したことないと思っちゃけど、まあそれを覚えたらこう霊が邪魔するとか、そういうね、話聞いたりするけどね。まあとにかくまあ黒いのが見えるみたいなね。まあそれで別にその悪いことが起きたりとかはないんで、まあ、多分ね、ミルキーブルー超ポジティブなんで、まあね、座敷わらしがなんじゃないかなと思っとっちゃんね。この家に住み着いてこう福をね呼び寄せてくれる座敷わらしと思って、まあ黒いのが見えても、まあ、何もせんちゃけど、とにかくね、そういう不思議なこと身の回りでよくあるけんね。みんなもあるやろ、そういう黒い影見えるやろ、日常生活で。まあ多分座敷わらしと思うけど、まあ大切にねしていこうとは思っとうけどね。まあとにかくみんなも般若心経はね覚えておいた方がいいよ。まあ自分の保身のためにもなるし、精神を高めるためにもなるけんね。まあミルキーブルーはもっと般若心経のね質を高めるように今後も唱えていきますけども、まあみんなもね、気になったらちょっと、結構短いけんすぐ覚えれると思うよ。まあそんなこんなで今日は不思議な黒い影の話でした。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。